トランプタワーを作って遊ぶ少女へマイック・ウォール・フーリカ、ソン・バイ・ガー・クアチャス。1925年までに描かれたスウェーデン人女流画家の油彩画。タイトルはスウェーデン語でトランプタワーを築く少女の意。6段のトランプタワートランプタワーはトランプで作ったタワー。基本的な三角形型のものはトランプピラミッドとも呼ばれる。タワーを作る方法は例えば下の図のようなものである。 この手順に沿って作成するときに必要な枚数は、段数を N とすると、という数式で表せる。例えば、10段なら、イコール 5×31 イコール155枚、100段なら、イコール5十3 0 1イコール15,050枚となる。一組のみで組む場合、最下段の山は6つから始めるが、4段目を組み終えたところで、トランプが残り2枚となるため、 最上段の山は二つ、少ない一つとなる。テレビドラマ、花嫁は16歳のエンディング映像でも一組のトランプでトランプタワーを組んでいる。1992年にブライアンバーグはベルリンで4 4 2メートルのタワーを完成させた。1995年にはボストンで2万3004枚のカードを使って83回立て、 高さ4.9メートルのタワーを完成させた。ギネスブックに登録されたタワーは1998年10月にアイオワ州立大学で作られたもので、高さ25フィート、トランプを1500セット以上使ったもの。ブライアン・ベルクによると2週間半かけて、毎日4時間から12時間ほどかかったという。1999年3月には、 サイドベルリンで高さ7.71メートル、トランプ1765セットを使用して131階建てのタワーを作った。カードの重さを合計すると110キログラムとなった。ありがとうございます。